関中路駅は中華人民共和国上海市西安区にある上海軌道交通の駅。1号線、12号線、13号線の3路線が乗り入れる。地下駅。1号線は日差し通路の真下を斜め横断。12号線は長安路の真下。13号線は外徳西房の真下に位置する。プラットホームは各線ともに島式ホーム1面2線を有しており。 フルハイトタイプのホームドアを完備している。1号線は地下1階がコンコース街、地下2階がホーム階である。地下1階と地下2階は階段、エスカレーター、エレベーターで結んでいるが、エレベーターの利用には予約が必要である。駅構内に青春、太しと題するのタイル壁画があり、これは駅周辺の上海青年文化活動中心をイメージしたものである。 12号線と13号線のコンコース、改札口は共通であり、コンコース階は地下2階、12号線のホーム階は地下3階、13号線のホーム階は地下5階にある。コンコース階の面積は12000平方メートルあり、天井の装飾に金色の天井のアルミパネルを使用し、照明は水滴の形をしており、上海の都会人のペースの早い生活を、 イメージしている。コンコース会の改札内の北側に1号線との乗り換え通路がある。12号線と13号線の乗り換えは、プラットホーム同士を結ぶ階段で行うことができる。1号線と12.13号線の間の乗り換え通路の照明は、地下古張魔法森林と題された作品が使われている。作品にあしらわれている蝶はべて本物の蝶の形で、 3D プリントされており、背面には LED ライトがある。このライトは18色に変更でき、これは2020年までに建設される、上海軌道交通18路線のラインカラーを表している。関中路、駅4番出口は超安支店の建物内にある。すべての路線において案内状の乗り場番号は設定されていない。723、722、 741-104 Wikimedia Commons には、冠中ロ域に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。